お前の尋問は我々が引き継ぐ。これをかぶれ。なるほど。ここから私を落として口封じということか。知っているぞ。社長救出完了。カムイの魔の手は鋭く早かった。とにかくそんなわけで、狙われた社員は全員無事だよ。お前は事件発生時に撃たれ行方不明と聞いた。人質事件が起きた時、敵の陰謀で僕は警察に包囲されていた。初動捜査のどさくさに紛れて僕は包囲網から脱出した。なるほど。それから何をなした？僕は名探偵だよ。事件の解決だ。国木田を狙撃するための銃を奪い、電子錠を破壊。与謝野さんの救出はあらかじめ護送車に細工した。鏡を使い姿を隠して護送車に乗車。走行音の再生を切り、静かに脇道へと走り去る。さて最後は片井を救出した方法。これが一番単純。携帯画面に表示させる。そんな感じでみんな社長の指示を待ってるよ。ならば指示を出す。この事件をぶち壊せ。そう来なくちゃ。